こんにちは、オマです。オマの愛車はじゃん、これはマジェスティです。で、これは1年前くらいの写真なんですけど、買ってすぐに友達に倒されちゃって、結構横がボロボロになったんで修理に出してるんですけど、未だに帰ってこないっていうやつですね。このバイクのカスタムしてるポイントあったら教えてください。なんか顔を変えたあったりとか、全部白で揃えたとか、お気に入りのポイントです。でね、本当はなんか LED とか今からいろいろいじったりとかしてつけていこうかなって思ったところで手元から消えたんで、今年もし帰ってこれたら夏ちゃんとカスタムして乗れたらいいなと思ってます。ちなみにこのさ、バイクあった時はどこによく乗りに行ってた？全然行ってないですね。本当に来て1週間で消えたんで、この子本当にどこも行けてないです。ちょっと夜走りに行ったぐらいで、どこにも行けてないです。ちなみにこれを選んだ理由とかってあるの？自分の乗りたかった車は買うお金がなかったから、とりあえず安く買えた。こいつ15、6とかで買ったんですけど、安いしいいやと思って買いました。ちなみにこの2枚目のやつが手前に写ってるのが原付で、この人のが思い出はあります。彼氏といい感じみたいな時に毎晩これで彼氏運調で行ってました。以上、ママのライフ紹介でした。バイバーイ。ネオンの単車はこんな感じです。キラキラで、カスタムしているところって書いてるんですけど、ちょっとどっから言ったらいいかわからないんですけど、マストラバって言うんですけど、ピカピカ光るやつとかで、これはなんか旗ついてたんですけど、旗棒しかなくて、旗はこの前つい最近パクられてなくなりました。なんか日照の旗がついてました。本当はあとはこのネオペケってギャルしか勝たんのネオンのペケジャールってことで、ネオペケのステッカー貼ってます。ネオペケのステッカーはこことここにも貼ってて、ここにもあります。お気に入りのポイントはやっぱこのラッパですかね。これラッパなんですけどとか、いや本当は旗がついてたんで、旗がついてたらそこがポイントでした。パクられてないんですけど、マフラーはイノブレがついてます。こんな感じです。で、なぜこの車種にしたかなんですけど、これペカジャールって言うんですけど、ネオが初めて見た単車女子の女の子がいたんですけど、超単車がかっこよくて一目惚れして、で、そのバイクがペカジャールで、ネオもずっと乗りたいってなって、やっと乗ることができたバイクがペカジャールでした。いつから乗ってるかなんですけど、高1の冬に免許取りに行けたんで、10月なんですけど誕生日が。で、高2の春か夏ぐらいに買って、で、その買ったのをお金をよく聞かれるんですけど、お金をお父さんにお金を借りて、まあ、ちょくちょく返してってるんですけど、で、大阪まで取りに行って買いました。普段は地元の子たちと走りに行くときとか、その大きなツーリングに行くときだけ乗ってて、その辺ちょっと行こうとかではあんま乗らないです。ネオンは壊れたら怖いの。以上がネオンの愛車紹介でした。バイバーイ。こんにちは、リュウセイです。今日はですね、僕の愛車を紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、ということでですね、僕の車が、こちらになります。で、まあ、2年前ぐらいに購入したんですけど、この車が一目惚れして買いました。で、僕のおすすめはこのタイヤですね。ホワイトレーターっていう、まあ、白い文字が入ってるタイヤなんですけど、カスタムっていうのは、まあ、リフトアップって言って車体をちょっと上げるカスタムがあるんですけど、それを10センチ上げてやって、車をより大きく見せれるっていう感じのカスタムになってます。 あとはこれ窓開くんですよ。開かない車が多いと思うんですけど、これね、夕
ユーフォンキャッチャーで撮ったぬいぐるみさんです。家族です。こちらが運転席になりますね。普段この車では、まあ、連れと遊ぶ時とか、まあ、ちょっとどっか出かけたいなっていう時にこの車運転したりするんですけど、でもうこの車内の僕一番好きなのはこのサンルーフなんですけど、これで開くんですよ。夏とかもすごいいいんですよね、まあ、ドライブしてる時とかこうやってジュンジュンしてる、じゃあ行っちゃおうかみたいな感じの、ちょっと何言ってるかわからないんですけどって感じです。はい、車内の紹介は以上になります。みんなハリー、どうもハリーです。はい、ということで今日は愛車紹介なんですけども、僕の愛車はこちらになります。はい、僕の愛車はこれですね、チャリ。多分みんな車紹介してるのかな、多分なんですけど、僕は普段はこいつを使って、まあ、友達に遊びに行くとか、あとはコンビニ行ったりとか、これで移動してます。いつ買ったんですか？一昨年の、誕生日プレゼントで、あのマネージャーから、後藤さんからいただきました。どこのメーカーとか分かる？メーカーは分かんないんですけど、ここにイタリアンガーディアンって書いてあるんですね。ちょっと洒落てる感じですね、イタリアンガーディアン。お気に入りのポイントとかありますか？お気に入りのポイントは、なんといってもこいつ、あの折りたためるので、ちょっと遠出するときにちょっとあの、まあ持ってこうと思ったときに折りたたんで、ちょっとあのタクシーとかにも乗せれるというポイントですかね。普段結構自転車乗るんですか？普段は、あ、乗ります乗ります。でもほぼ毎日乗ってる。なんかカスタムしてるとことかありますか？カスタムは基本的にしてないですね。もう買ったまんま、新鮮なままを一番保っておきたいということで、そこまで全然何もいじってないですね。はい。値段とかも分かんないよね、プレゼントだから。値段も分かんないですね。値段も分かんないけど、あの警察に止められたことは結構ありますね。なんで？いや、なんか夜中走ってたら、なんかちょチャリ あの見せてみたいな、あの番号とかあるじゃないですか、番号を見せてみたいな感じで言われて、こいつと何回も警察と一緒に共にしたことありますね。じゃあ毎日共にしてる愛車ってことで、はいはい、ということで以上ハリウの愛車紹介でした。バイバーイ。